常居所は人が通常居住している場所、国際司法において連結点として用いられることがある。住所及び居所とは異なる概念として、ハーグ国際司法会議により創出された。人の司法的生活関係の本拠として、いわゆる俗人法を採用する法律関係については、人の住所地を本拠として理解する住所地法主義と、 人の国籍を有する国家を本拠として理解する本国法主義に立法令が分かれる。このうち住所地法主義を採用する場合、法域により住所の要件が異なることから各法域において住所地法主義を採用するように条約で定めたとしても住所の認定が法域により異なる結果となる。このような結果を避けるため、ハーグ国際司法会議では、 住所の代わりに、常居所という概念を連結点として導入するに至った。常居所の概念については、スイス国際司法20条では、あらかじめ期間が限定されていても、相当程度長期にわたる滞在の事実があればよいとし、ハンガリー国際司法12条では、相当の期間滞在する場所など、一様の定義がされているが、ハーグ国際司法会議では一度も定義されたことがない。 また、継続的に滞在する意思が不要であることは問題がないが、どの程度の滞在があればよいのか、滞在目的はどうするのかについては必ずしも明確ではない。そのため、日本においては、戸籍実務において一応の認定基準が設けられている。日本の国際司法では、常居所は親族法の分野を中心とする多くの法律関係につき、 準拠法を決定するために用いられている。一例を挙げると、婚姻の効力は、夫婦の国籍が異なるときは、夫婦の常居所地方による旨定められている。常居所の定義は法律に、名文の規定がなく、解釈によることとなるが、戸籍事務上は、法務省民事局長を通達、法令の一部を改正する法律の施行に伴う、戸籍事務の取扱いについてに従い、 常居所を認定することとなる。その内容は、おおむね以下の通りである。なお、これらの基準は、地方法務局及び市区町村長が、戸籍事務を取り扱うときの基準であり、裁判規範とはならない。例えば、裁判で常居所を認定する際には、在留資格の有無は、要件事実とはされない。ありがとうございます。